平良時忠は、平安時代末期の公家。関武平氏高宗根流兵武剣、大助平時信の子。官位は正、聖二位、大納言。母は二条大宮の藩物をしていた女性。平の清盛の形質である、平時子の同母帝後白河法皇の長妃で、高倉天皇の母、賢春文人は、異母妹にあたる。平大納言。 平良関白と称された。また、平家の滅亡後も生き延びている。なお、いわゆる、平家にあらずんば、人にあらずとは、この、時忠の発言である。時忠の母については、喫気に、二条大宮に仕えた、反仏であったことが記されている。この女性は、時信との間に、時忠、時子、藤原千鷹の室を生んだ。やがて、時信との関係は、 素縁となり、右小弁藤原明則と再婚して、発祥寺執行、農園を生む。明則の死後、時忠と時子は母を引き取って、紅葉を尽くしたという。時忠と時子の年齢については、平反期の清盛出家の記事の中に、小国今年51、二品43うんぬとある、ことから、時子は、大春元年生まれとなる。騎手の平信則は、 時子のおじなので信憑性は高い。時忠は、苦行部人記載の年齢から逆算すれば、大事5年生まれである。しかし、あず鏡には、時忠の皇居を聞いた、源頼朝が、周囲の者に年齢を尋ねたところ、62歳という、返事があったと記されている。これによれば、時忠は、大事3年生まれとなる。 時忠の少年は確定できないが、いずれにしても時子が年長である。惚れ期間期にも、平ら、大名言時忠と新派、大乗入道の北方二遺伝の弟なりとある。旧安二年三月、十七歳でひくらびと、翌年正月に六位くらびととなる。旧安四年から翌年にかけてキャビーし、左衛門の少尉となる。旧安五年四月に除釈して、くらびと。 ケビー氏の任を離れた。二平四年八月八日の賭場法王による、新御堂法へ、仏像安置の儀式に、時忠は平野清盛と共に因子として列席している。平時の乱が終わり、清盛の発言力が著しく高まった、英略元年四月、時忠は、ケビー氏、江門剣介に抜擢された。翌年正月には清盛が、ケビー氏別当に就任して、 京都の治安維持の責任者となり、時忠は清盛の下で現場の指揮に当たった。さらに10月には右小弁も兼任する。公宗隆平氏兵士は実務官人の家系だったが、大上官の事務を処理する弁官を輩排出していたのは別系統の平時犯の子孫であり、時忠の系統は主に意味や石棺家の消士として活動していた。 この頃から時忠は清盛の思惑から外れ、独自の動きを見せるようになる。平治の乱の後、政治の主導権をめぐって、後白河上皇と二条天皇が激しく対立する。中で、王法元年9月3日、妹の茂子が後白河上皇の第七、巫女を出産した。その直後の15日、時忠は清盛の弟、 平野のりと共に二条天皇により開館された。愚官省によれば、ゆゆしき過言をしたのが原因であったという。翌年6月、陰近親原子権が二条天皇を、鴨舎者で図書したとして開館されるが、時忠も陰謀に関わったとして23日に、出雲国に入るされた。 のりもりが短期間で赦免されたのに対してはるかに重い処罰であり、二条天皇神聖派が時忠を強く警戒していたことが伺われる。この事件において清盛は二条天皇支持の立場を取り、時忠に手を差し伸べることはなかった。永満元年7月に二条天皇が崩御すると、時忠は召喚される。翌人南元年3月に本位に服すと、4月に、 左小弁六月には、宇宙弁ケビーッサ、左絵門の健介、五位倉人を兼任し三事件体となった。十月十日には、五年前に果たせなかった、ノリヒト新能の立大使が実現する。翌月、清盛が内大臣となり、時ただも倉人頭に補えされた。清盛の大臣就任に不満を抱き、五節の設営に、欠席した、藤原朝方。 特大寺実家が開館されたことによる公認人事だったが、ら倉人から類進して、倉人頭にまでなったのは極めて異例のことだった。以下も、生後一下から十四人下に少女され、翌任安二年正月に生後し下、右大弁、二月十一日には三議右、表へ得となり、召喚されて、わずか二年余りで苦行への昇進を果たした。任案三年二月に、 のりひとしんのうが、戦争、3月には妹、しげこが交代号となる。しげこのおじ、ひらのぶのりは、ひらのりもりとともに、くらびと頭となり、ときただは、じゅさんみに助せられた。きよもりが出家して、正界を表向き引退したこともあって、高倉天皇即位後の政治は、ごしらかわいんが、主導権を握った。ときただも、しげこの兄という立場から、 ごしらかワインの側近として活動することになる。7月3日、エモン、ただし、ケビーシ別当に就任するが、上、ョスケを歴任して別当になったのは時田だが、初めてだった。8月には、県中名護にとなる。同月、清盛の知事により、空席となっていた、大城大臣に、加山の院忠政が任じられ、時田は経河の儀式に出席している。12月、 伊勢神宮の聖殿が消失すると、翌日を元年正月、復興のための苦行直視として、伊勢国に派遣された。4月に、茂子が、県春門院の院号を宣言されたことにより、匂院別当に補えされる。11月に、新帝の安祖島祭りが盛大に取り行われ、時忠も、苦行として、行列に加わった。後白川院生は、 兵士一門の協力で盤弱なものとなり、正常も安定するかに見えた。ところが12月に突如として、遠略寺が、陰近神、藤原成近をる罪に処すを要求して、豪祖を起こした。成近の治行国である、終わり国の木代、声優が、遠略寺領美濃国兵や僧の新人に乱暴を、働いたことが発端だった。後白川は、同じ天台州でも、 温城寺を優遇し、延暦寺に対しては、陰近神を国司に任じて、荘園の停配、新人の取り締まりなどの強圧的な政策を行っていたため、陰と延暦寺の対立は、前々から、一触即発の状態にあった。22日、延暦寺の大衆が豪素のため下山。23日には、上洛の体制に入ったとの法を受けた。後白河法王は、 隠護所に苦行を招集して、対応を協議するとともに、ケビー氏、武士に動員令を下した。時忠も、ケビー氏別当として、隠護所落中の警備に当たった。しかし大衆は、隠護所ではなく、警備の手薄な代理に乱入して、規制を上げた。この事態に時忠は、要求を聞き入れるならすぐに受諾し、聞き入れないなら、武士を派遣して、 大衆を追い払うべきだと、早急な対策を取ることを進言する。苦行議定では、見越が破壊される、危険性から破兵に、消極的な意見が大勢を占め、官兵を率いる主下モも、夜間の出動に難色を示したため、翌日の議定で、藤原成親入ると、声優公禁が決定した。しかし、わずか4日後の28日に、藤原成親が召喚され、 時忠と平信則は掃除不実という理由で開館され、時忠は出雲国に、信則は貧乏国にそれぞれ配慮されることになった。同時に平治、に GA や平信元も下官となり、結果として同情兵士が爪腹を切らされる形になった。陰と遠略寺の構想が再燃したことで、翌年正月17日に正常不安を危惧した清盛が上落。 武士が六原に集結して緊迫した情勢となった。後白河法皇は清盛の圧力により、2月6日、やむを得ず、成地下の会館と、時忠、信則の召喚を決定した。この事件では、延暦寺への対応をめぐって、後白河院政と兵士の間に、足並みの乱れが生じ、政権が必ずしも一枚岩でないことが露呈することになった。 なりちかが4月に早くも、県中納言、右表へただし、ケビーシベッに官任したのに対して、時ただが、本位に服したのは12月になってからだった。上安元年正月、高倉天皇の元服の儀式が取り行われた。後白河法皇と清盛の間に生じた、不協和音が解消されたわけではなかったが、政権維持のためには、両者の協力が不可欠であり、 調整役として、謙春蘇民の政治的地位が上昇した。国母である謙春蘇民の意向により、同場兵士も、勢力を回復していった。時忠は1回目の失脚では清盛に、2回目の失脚では、後白河法皇に切り捨てられた、苦い経験から、双方に、不信感を抱いて、距離を置くようになったらしく、正解復帰後は、 健春門院側近としての活動が顕著となる。娘の一人は健春門院女房となり、内視と称していた。この時寂は健春門院の5級により十五以上に除せられ、時忠は4月21日に健中納言に官任5月1日には体験を許された。前年、平宗盛原子権が健中納言となったことで中納言9人の例が、 開かれたばかりだったが、早くも十人の礼が始まり九条金金は、未曾有のことだと非難している。十月二十三日、後白河法王と謙春門院は福原に身行きして、清盛の艦隊を受ける。時忠は、原守県、藤原成地下、平野重盛平宗盛加山の院県宮尾と共に愚部した。この身行きにおいて、高倉天皇と清盛の娘、 徳子の婚姻が正式に合意に達したと推定される。この婚姻の成立には、高倉町の治性安定を願い、政権の内部分裂を回避しようとする、謙春門院の意向が大きく作用したと思われる。翌上安2年2月に徳子は中宮野となり、時忠は中宮野県内部に就任した。上安3年10月、時忠が責任者となって増援していた。 賢春門院の五眼寺、最小公院が完成、上安四年正月には、賢春門院の五宮で、12位に助せられた。兵士の映画を称えて、一門に、あらざらん者は皆認否人なるべしとの発言をしたのは、この時期とされる。ただし、この、認否人,人とは、宮中で英達できない人程度の比較的軽い、意味だという説が有力である。 安本元,元年11月12日には、エモン徳となり、ケビーシ別ッに帰り咲いた。安元2年3月、後白川法王の50歳をガス式典が、法珠寺殿で盛大に催され、時ただも他の苦行や兵士一門と共に出席する。しかし6月に、賢春門院が病に倒れ、7月8日に崩御した。賢春門院の死により、今まで隠されていた。 様々な問題が、顕在化することになる。まず、母妃の不在により、後継者のいない、高倉天皇の立場が不安定となった。10月23日、主格方針の王の弟子となっていた、後白川法王の第9王子が、史上高房に抱えられて、三代、11月2日には弟、近宗が養っていた第10王子も時忠が引き連れて、三代し、いずれも、 高倉天皇の勇士となった。これらの巫女は、高倉天皇に巫女が生まれない場合の控えとして養育されていたと推測される。後白河法皇は、成人した高倉天皇が政務を行うようになると、自らの発言力が著しく制限されることから、早期の上位を望んでいた。清盛にすれば、特子に巫女が生まれる前の上位は、 絶対に容認できることではなかった。当時、陰性を行うことができたのは、天皇の直系存続に限定されていたので、時田だらが連れてきた巫女が、高倉天皇の勇士となったのは、高倉天皇の発言力保持のために必要な措置であり、後白河法王と清盛の対立を防ぐための妥協策でもあった。しかし、これは、問題の先延ばしに過ぎず、 高倉天皇を擁する兵士と後白河法王のもとに結集する陰近親の対立は避けられないものとなっていった。安元三年四月、延暦寺が、加が守る藤原志向の流罪を要求して豪奏を起こす。志向の父は陰近親最高であり、後白河法王は強硬な態度で臨んだ。防御に当たった、重盛の家人が御腰をいたことから、 事態は悪化の一途をたどる。平家物語によれば、時忠は、事態収集のために、延暦寺に乗り込んで交渉にあたり、月光する大衆に、首都の乱り悪を致すは、万円の諸行なり、明王の政治をかふるは、前世の加護なりと紙に書いて渡し、その怒りを沈めたという。この話は他に、資料の裏付けがないので、事実かどうか定かでない。実際には、 思考の入る、神輿をいた、重森家人の投獄という遠略寺川の要求を全面的に受諾することで決着がつけられている。その後、後白川法王は、天台座す、明雲の処罰を強行し、陰と遠略寺の構想が再燃する中で、獅子形にの陰謀が勃発する。最高。 成近が殺害されたことで手足をもがれた形の後白河院政は兵士への屈服を余儀なくされる。清盛にしても高倉に巫女が生まれない段階ではそれ以上の措置を講じることはできず、情勢はこ着状態となった。自称2年5月24日、時忠は徳子の解任が確実なことを高倉天皇に想像した。7月24日に、 四上高末が、娘の死により、中宮の大部を辞任したことで、26日に、中宮の大部に昇格する。11月12日、徳子は巫女を出産し、時忠の妻、両子が、乳母となった。清盛は巫女を皇太子にすることを、後白河法皇に迫り、12月には早く森津大使の儀式が行われる。東宮風は、左大臣。 大井の三角教衆、東宮坊は、大部、平宗盛、県大部、加山の陰県宮尾、良、平重平、兼良、平これ森という人形であり、後白河法王の謹慎は排除された。さらに清盛は、石関家領を奪われたことで、兵士に、敵外心を燃やす関白、松戸の元房を、 ご白河院から切り離して自派に引き入れるために、元房の妻も乳母に迎えようとした。これに対して時忠は、失勢の室が乳母になるなど聞いたことがないと主張して、強く反対した。自らの妻が乳母であることから、関白の妻を近づけたくなかったためと思われるが、時忠が、必ずしも清盛の意向に沿って動いていなかったことを、示している。自称三年正月七日。 時ただは、正二位に除せられ、19日には、史上初めて3回目のケビ石別ベに補えされた。前任者の中山忠だは、期待の霊なりと驚愕し、九条金座は、物狂いの至りなり、人心のせいにあらずと激しく非難している。獅子型にの陰謀でケビ石のこれ旨の部府さ平助行平安よりが、陰謀に加担していたことから、 ケビー市長改革のため経験豊富な時ただに白羽の矢が建てられたと推測される。6月に平森子、7月に平野重森が相次いで死去したのを機に、後白河法皇は森子の荘園、重森の治行国を募集し、清森の支援するこの絵元道を無視して松戸の元房の子、鹿を県中納言にした。 激怒した清盛は11月14日にクーデターを起こし、半兵縮行、陰近心の大量下官が断行された。同情兵士からは近宗、ジーエ、元親が会館の対象となり、大きな打撃を受けた。県春門院在世中は結束していた土の上兵士も、分裂状態にあったことを伺わせる。時ただの管轄していた、ケビー市長からも、応援行、平助行 藤原信盛が会館となり、欠員補充として、藤原慶高、伊藤忠綱、藤原智美、現校長が、新たに任じられた。後白河法王は、蕎麦殿に遊兵状態となり、高倉天皇が申請を取ることになった。翌年2月、時人親王の戦争と共に院長が設置され、羊別当には、四条高末が就任する。時忠も、高倉上皇のおじ。 安徳天皇の父父の立場から、別党の一員として、政務に未熟な高倉上皇を補佐することになった。高倉院政が開始されたものの、クーデターで成立した政権であるため、兵士の軍事力に支えられている面が大きく、その正当性に疑問があった。しかも、清盛の強い要請により、高倉上皇が上位後すぐに、五福島神社に参詣したことが、 炎略寺、恩城寺、幸福寺など、伝統的人生力の危機感を煽ることになった。不穏な空気が流れる中で、5月に、持人王が挙兵する。支援したのは二条天皇の順母、八条院で、後白川法王と密接に繋がる恩城寺、関白入るに反発する幸福寺も同調したことから、新政権にとって大きな脅威となった。 反乱が鎮圧された後、清盛は突如として、福原行行を強行する。6月2日、安徳天皇、高倉上皇、後白河法皇は福原に向かった。随行したのは、兵士一門及び親兵士貴族、実務官僚で、時忠も、天皇の行行の列に加わった。福原到着後に先都が議論され、和田を、新都建設地とすることが決まった。 ところが、場所が狭いことから計画は白紙となり、今陽や稲宮が代替地として候補に上がったものの、7月には、どちらの案も立ち消えとなってしまう。結局、福原を暫定的な皇居とすることに落ち着くが、準備不足と混乱から、戦と反対の意見も出始める。高倉上皇の体調不良もあり、時忠と高末は清盛に関東を申し入れるが、 一周されてしまう。高倉上皇は、やむを得ず代理増営命令を出し、時忠も議定で法学の禁忌が、問題になると反対意見を封殺するなど、強引な手法をとっている。時忠は福原に邸宅を持っていなかったので、新たに土地を与えられた。8月25日、娘婿の中山忠近とともに、福原の都市計画図を確認し、10月8日、 邸宅の造作について意見交換をしている。代理や貴族の邸宅も徐々に整備されて戦都も軌道に乗るかと思われたが、8月になってから全国各地で反乱が頻発していた。そして10月21日に富士川の戦いで追悼軍が大敗したことにより、関東論が再燃することになる。まず宗盛が関東を震源して、清盛と激しい口論に及ぶ。 東海道諸国が反乱軍の手の中に落ちていく状況の中で11月6日、時忠は美の国を東国に対する防衛戦とするため美の源氏に戦時を下して味方につける案を出す。美の源氏の現校長はケビー氏で時忠とは上司と部下の関係であった。しかし清盛は時忠の案を無視して美の源氏討伐のため渡し、 老中を派遣する。この結果、美濃国は動乱状態となり、戦火は大見国にまで波及する。遠略寺も、関東しなければ、山城、大見両国を横領すると強迫的な態度をとっており、情勢は予断を許さないものとなった。11月12日、清盛は関東に同意するが、時忠は難色を示した。大見国では、 反乱軍との戦闘が激化していて、何らかの対策をとって安全が確保されなければ、京都に戻るのは危険と判断したためと推測される。時忠は、高倉院の移行を無視する清盛の独裁と、強行路線が、事態の悪化に拍車をかけていると分析し、関東後に、苦行議定を開いて、対応策を打ち出そうと考えていたらしい。11月22日。 高倉上皇の命を報じた時ただは、天大す、明雲を通して、日吉社、延暦寺領省縁に対して、関東と引き換えに反乱軍の防御、送滅に当たることを指示した。延暦寺川との合意成立により、翌23日に関東が行われた。11月30日、東国逆乱についての苦行議定が開かれた。徳大寺サねさだの。 大海の続投を平定すれば、身の以下も起伏するという意見が賛同を集め、追悼が本格化することになる。12月には、反乱対策として、苦行僧に対する武力の教室、諸国からの兵糧米徴収が相次いで実施されるが、時忠はこれらの政策の立案、実行に深く関与していた。 これらの措置と兵士軍の反撃により、機内周辺の反乱はひとまず沈静化した。高倉上皇の病状は関東の時には相当重篤な状態になっており、翌時正五年正月14日、21歳で崩御する。時忠は、近親の一人として祖福を賜物組みされた。時忠は、高倉上皇の権威により、政治的地位を築き上げてきたため、 その早すぎる死は大きな痛手だった。高倉上皇法御後の政治体制は、幼児の安徳帝が政務を取ることができない以上、もはや、後白河法王の陰性再開しか残されていなかった。このような状況の中で時忠は、かつて、高松院の所有だった荘園を、高倉上皇の遺言と称して、強引に、中宮の徳子に相続させる。後白河法王は、 この措置に対して、不快感をあらわにしたという。時忠は、高倉委員長の別当として、実務を取り仕切っていたため、このような措置を取ることが可能だった。時忠の意図は、高倉上皇法御後に避けられなくなる、後白河法皇の政治力増大を食い止めると同時に、特古の経済基盤を強化することで、間接的に自らの発言力を保持することにあったと、推測される。 時忠は、中宮の大部であり、同年11月25日に、徳子が、陰号宣言を受けた後も、引き続いて、懸礼門院別等として、徳子を補佐する立場にあった。清盛も、後白河院政再開をただ手をこまねえて見ていた、わけではなく、陰近神の下官、機内総管職の設置などやつぎばやに対策を講じて、いたが、うるう2月4日に死去した。 後継者の平宗盛は、陰性再開を認めて、後白河法王に教順する姿勢を見せる一方で、兵士の存立基盤である軍事、警察権は断固として手放さず、後白河法王の誘惑策を知りけて、東国追悼を続行した。このため、後白河法王と宗盛の間には深い溝が生じる、ことになる。法王と兵士の間にはもともと解消することの、 できない対立があったが、かつては謙春モミが調整役を果たしていた。時ただは国母である徳子に謙春モミと同様の役割を期待し、上安年間の政治体制の再現を目指していたと思われる。しかし徳子は、後白河法王の養女であり、最初からその立場は弱かった。また、徳子自身も、 積極的に自らの意思を示す性格ではなかったため、彼女に、謙春模瓶の代わりを求めるのは、無理があった。さらに、周囲の状況も、以前と大きく変化していた。各地では反乱の火の手が燃え盛り、後白河法王も、陰性停止、幽閉を経たことで、兵士に不満を通り越して、憎しみを抱いていた。法王はすでに兵士に見切りをつけて、 独自に、頼朝と和平交渉を始めていた。時忠は5月に、母が死去したことで、福物のためケビーシベッドを辞職する。時忠の政治的地位は、次第に交代していった。4月になると、後白河院は、安徳天皇を八条の平頼盛森帝から、官員代理に移す。また、安徳天皇の順母には、清盛の後押しで、 この世道子が選ばれていたが、樹英元年8月、後白河法皇は、第一王女、良子内親王を新たに順母として送り込み、皇后とした。いずれも、安徳天皇を、兵士の手から引き離す方策であり、後白河法皇の影響力は、確実に強まっていった。ただしく上下目覚めに代表される、貴族層は、日和み的態度をとっていたため、 法王も一挙に主導権を握ることはできなかった。法王と兵士の関係は一種の均衡状態となり、時が過ぎていった。しかし、それは、束の間の平穏だった。軍事面において兵士は、スノマタ川の戦いに勝利した後は、要はの大飢饉の影響もあって、戦線を維持するのが、精一杯であり、内外に敵を抱えた、兵士政権は、次第に疲弊していく。 樹英2年正月、時忠は、県大名言となるが、政権の崩壊は間近に迫っていた。樹英2年5月、兵士の北陸追悼軍が、基礎吉中に撃破されたことで、今まで維持されてきた軍事バランスは、完全に崩壊した。7月22日、吉中軍は、延暦寺にまで到達したため、議定が開かれて対策が協議される。24日、安徳天皇は、 隠語書、宝珠寺殿に行行し、時忠もぐぶした。京都防衛を断念した宗盛は、勢力挽回のために、後白河法王安徳天皇らを法じて西国に下校する準備を進めていた。25日未明、兵士の意図を察した法王は、宝珠寺殿から、比叡山に脱出する。宗盛は、やむを得ず、安徳天皇と二宮だけを連れて、到退去した。 時忠は、官員代理に向かい、内司書を取り出してから都落ちに同行した。貴族は続々と後白河法皇のもとに集結し、親兵士派の筆頭である摂政、この絵元道や一門のよりもりも京都に残留する。安徳天皇及び兵士に付き従った貴族は、わずかに、時忠、時寂、信元、藤原忠明に過ぎなかった。十七日。 ご白川法王は都に戻り、翌日に開かれた議定において、兵士追悼が決定した。8月6日に、兵士一門は一斉に開館されるが、法王は、安徳天皇の帰京、仁義の返還を交渉するため、時忠の下官は見送っている。もっとも交渉は不調に終わったらしく、16日には、時忠も下官となった。法王にとって兵士が、 安徳天皇を連れて逃げていったのは不幸中の幸いであり、兵士の占めていた官職、受領のポストに次々と陰近心を送り込んで政治の主導権を確立すると、8月20日、都に残っていた四宮を戦争させた。この知らせを聞いた、兵士の人々は、三宮、四宮も引き連れていくべきだったと悔しがるが、時忠は、その場合は、吉中が擁立している。 持ち人王の御子が、行為につくだけのことだと冷めた見方をしている。元略元年2月7日、兵士は、一の谷の戦いで大敗する。この戦いの後、法王が、神儀の返還を求めて派遣したおつぼの召し継ぎ、花方という使者に、時忠が、並方という焼き印を顔面に押して追い返したという、逸話が、平家物語、受け文の段にある。 花形については、語り本形には見られるが、読み本形の個体とされる、遠鏡本には記されていないこと、陰前の使者としては身分が低すぎることから創作の可能性もある。ただし、山縁樹記に誰の手によるか不明だが、院の使者が兵士によって、面に印をつけられたとあり、兵士による螺烈な使者への仕打ちは事実と思われる。一の谷の戦いの敗因には、 後白河による虚偽の和平提案、現氏の不意打ちがあったとされ、兵士の後白河法王への恨みは激しいものがあった。兵士は、この敗戦の打撃からついに立ち直れず、翌元略2年3月24日、壇の浦の戦いで壊滅した。時忠は、壇の浦で捕虜となり、4月26日に受落した。時忠は心境を守った功績により原型を願い、娘を、 源の義経に嫁がせることで庇護を得ようとした。時忠の娘と義経の婚姻について、平家物語は、機密文書のダッシュが狙いだったとするが、義経が承諾した理由は、不明確である。義経は、ケビー氏として、都の治安を担っていたので、長期にわたり、ケビー氏別当を務めて、警察権を握っていた、時忠の地位を継承しようとしたのではないか。 という指摘もある。5月20日、捕虜となった人々の罪とがが決定し、時忠、時真、信本、藤原忠明、義弘、前身、ただし海、農園、行命の救命が流罪となった。時忠は心境を守った功績により、死罪一等を厳じられたとされるが、武士ではなく文官であり、死刑が予定されていたかは疑問である。 鎌倉に向かった義経が帰京してから入るが、執行される予定だったが、この頃から義経と頼朝の間に不和が発生し、愚感省には、関東が鎌倉の立ちへ下りて、また、カヘリ城を離などして後、足貴死んで、気に蹴りとあり、義経は、次第に、鎌倉の統制から外れていく。8月中旬には、時ただ、時ザを除く7名が、配置に下るが、 時忠、時真は、義経の庇護を受けて都に残留していた。義経の動きに、不信感を抱いた頼朝は、梶原影末を派遣して、時忠、時真が未だに在京していることを咎め、朝廷には入るの速やかな執行を根上した。9月23日、時忠は、情勢の悪化を悟り、入る先の能登国に赴いた。平家物語では、遠離れる前に、 県令門院に別れの挨拶をしていることから、ある程度の行動の自由は認められていたようである。10月13日、吉経は、後白河法皇に、頼朝追悼の戦時を下すことを要請した。後白河法皇は躊躇するが、左大臣、大井の帝教習の意見により、18日、頼朝追悼の戦時を出す。しかし、吉経に従う武士は少なく、 兵は思い通りに集まらなかった。11月3日、義経は到退去して、再起を図ろうとしたが、会えなく自滅する。時真は義経に同行したが捕らえられ、翌元略三年正月に、上佐国に配慮された。当時の野戸守は松戸の元房の長身、藤原明家であり、野戸国は元房の治業国だった。元房は、 反兵士的人物だったが性質は、加算の郵見雅の姉妹であり、秋家のいとこには、藤原隆夫さがいた。彼ら親兵士貴族の働きかけにより、時忠は、配置では、丁寧に偶されていたようである。また、都に残された、時忠の家族にも特に圧迫が加えられた様子はない。時忠の邸宅は一旦は没収されて、平家も官僚となったが、頼朝は、 時忠の家族をそのまま居住させた。娘の信子は、後鳥羽天皇の天使となっている。後の研究6年3月に、頼朝が上落した時、時忠帝は、若宮草の宿坊となった。領主と卒天寺二が、鎌倉の頼朝に、憂い状を出したところ、頼朝は、後鳥羽天皇や吉田恒房に配慮したらしく主公を、差し止め、時忠の遺族に返還している。 文治5年2月24日、時忠は、能登国の配置で生涯を終えた。墓は、石川県鈴市大谷町測定の国道249号片原に、あり、石川県指定史跡となっている。同年5月、欧州藤原市の追悼先陣を要求する頼朝に、御白河院は入るされている時寂らの斜面を、申し入れる。頼朝は、 この要請を受け入れ、時寂らは帰郷した。時忠について、と表している。ただし、金寂と次元は、成り上がりの陰近心にはしばしば非難の源氏を浴びせているので、これらの記述をそのまま鵜呑みにはできない。頼朝は、時忠の皇居を聞いて、里志心の誉れあるによりて、先定の朝、平家財政の時、所持を補佐す。当時といえども、 朝廷のために惜しむべきかと語っている。平家物語では、ケビ石シ島の戦時を三度受け、との治安維持に手腕を発揮したことで、悪別島の異名を取ったとしている。この話は語り本系だけにあり読み本系には、存在しないので、実際に、そのように呼ばれていたかは不明であるが、百連勝、山縁樹記には、強盗十二人の右手を切り落としたという記述がある。 文官でありながら厳しい処罰を実行できたのは、かつて上、助として、実際に、罪人の追部や、裁判の任務に携わっていた経験によるものと思われる。このような強胆で激しい性格の一方で、娘を義常に嫁がせて、地位の保全を図るなど、目的のためには手段を選ばない、冷徹な資質も持ち合わせていた。これは、実務官僚の家に生まれ、 失脚を乗り越えて、正界の荒波をくぐり抜けてきたことで形成されたものと考えられる。時忠は、この時寂を実務官僚、吉田恒夫さんの娘と結婚させ、夕食の苦行、中山忠近に娘を嫁がせるなど、正界に幅広い人脈を築いた。政治的には、高倉天皇の側近である四条、史上高末。 土御門道地下と共同歩調を取ることが多かったが、清盛や後白河院とは、必ずしも親密とは言えず、時にはその意向に逆らうこともあった。これは時多が、道場、平氏の出身であり、謙春門院と高倉天皇のことを最優先にしていたためと推測される。ひくらから近代納言にまで昇進したことを、考えると、政治家として、経由の人物であり、 その存在は大きかったと言える。苦行部人の時忠の項に、母の記載はなく、弟、近宗の項に、母同時中京とある。尊卑文脈の時忠の項にも母の記載はなく、近宗の項に、母大前大部、藤井絵藩女とある。近宗の隣にある時子の項には、母道と記されている。尊卑文脈の藤原道隆流。 藤原家藩女の子には、美福門み女房少将局、平近宗母,母とある。ところが、藤原きい女の子にも、同じく、美福門み女房少将局、平近宗母という記述がある。一方、家重寺流、農園の子には、母官女二条大宮藩仏、大納言時多田、並び十二位、時子同母と記されている。このように、苦行部人、 孫ピ文脈の各記事には混乱と矛盾が見られる。まず、下宗の母、美福門院女房少々局が、イエハンの娘とキールンの娘のどちらであるか、という問題がある。これについては、イエハンの娘が美福門院に女房として使え、下宗を産んだとするのは、年代的に合わないため、キールンの娘とするのが妥当と思われる。次に、農園の母、 漢女二条大宮半仏が近宗の母、藤原キールン女と同一人物であるか、という問題がある。藩物は、女房と、雑誌女の中間の身分と推測されるので、苦行になった、キールンの娘が半仏であったとは考えにくい。また、時ただ、時子と近宗の母が同じだとすると、キールン女の子に近宗の名だけが記され、 時忠、時子の名が欠けていることが不審と言える。時忠、時子と近宗の年齢差も大きく、母は別人である、可能性が高い。山梨県笛吹市伊沢町支部の鵜飼山縁明寺の縁起また、伊沢地域の民話に次のような話がある。この話は後に、世阿弥により脳に脚色され、鵜飼の演目で知られているが、当時及び地元ではこの話のうし 関作が、実は、時忠であり、入る先の能登国から逃れてこの地に流れ着き、漁師をしていたという伝説を伝えている。また、現在伊沢地域ではこの伝説をもとにした、伊沢鵜飼が行われており、伊沢地域にある、伊沢温泉の夏の風物詩となっている。鵜飼、山縁明寺西門縁明寺登山の由緒漁、王道、九養桃と説明板流のご所説明版。 平野時忠京及びその一族のふ平野時忠京及びその一族のふ日付は、旧歴、年齢は、数え年。時忠イコール 1932RF イコール 1974SV2 イコール 1987UK。MPC2021 年10月9日閲覧。ありがとうございます。